日経総合商社のグローバル戦略。世界的なグローバリゼーションの流れを受け、その中で開放政策を取り急激に経済成長していた中国へ、日本の総合商社や大手食品企業も進出していきました。戦後日本で成長した加工食品産業や流通・小売業・外食産業など食関係の企業にとって、高齢化が進む日本の市場は今後あまり成長が見込まれないと認識されています。そのため海外の特に成長著しい中国やアジア諸国に進出して、企業として成長を続けようというわけです。現在では日本の大手食品企業の多くが多国籍企業となり、世界的に事業を展開しています。例えば味の素やキッコーマンはすでに日本より海外での売上高が多くなっているほどです。日本ハムも日本と社名はついていますが、世界で生産・加工・販売を展開しています。今日本の食品企業がどれだけグローバル展開をしているか、自分が好きな食品の企業のサイトで見てみてください。表4、総合商社の果たしてきた主な役割変遷。1950年代、戦後日本経済の発展基盤を形成。海外からの技術・設備の導入、原材料・燃料の調達、外貨獲得のための輸出。1960年代、高度経済成長期。製品輸出のため、海外拠点の整備。商社金融。原材料、燃料の大型専用船による大量輸入。加工流通センターや物流基地など流通を統合。1970年代、第一次石油危機以降、海外資源開発による資源確保、海外経済協力案件の推進、プラント輸出の拡充。1980年代、第二次石油危機以降、エネルギー資源の安定確保と効率的利用、ハイテク・サービス分野での事業展開、日本企業の海外進出の支援、外国間取引の拡大。1990年代、経済システムの変換期。情報技術を活用した新しいビジネスへの取り組み。環境、医療、福祉など新産業分野での事業展開。2000年以降、新市場、新技術の開拓。日本企業の海外事業のオーガナイズ機能、ベンチャー、先端技術への投資とビジネス化、環境分野への取り組み、投資と商取引の融合、出展、丸紅経済研究所、図解入門業界研究、最新総合商社の動向とからくりがよくわかる本、第3版、2015年、秀和システムより改編。特に幅広い産業の企業も率いながら海外進出をリードしているのが総合商社です。5章で紹介したように、財閥とその流れを組む総合商社は、近代の初めから政府の商人として、政府と一緒に日本を築いてきた存在でした。表4が示しているように、総合商社は時代の変遷に沿ってその役割を変えつつ発展してきました。ただ貿易する会社ではなく、グローバルな販売力、情報力、金融力を総合的に活用して、新しい市場やビジネスを切り開いてきました。特に現在のグローバリゼーションの時代には、日本企業の海外事業をオーガナイズする存在として、投資と商取引を融合させながらグローバルに展開しています。
総合商社とは英語でジェネラルトレーディングカンパニーと訳されますが、すでに貿易や商取引だけの会社ではないので、むしろジェネラルインベストメントカンパニー、総合投資会社といった方が適切かもしれません。その総合商社は近代以降、日本の食料システムの形成にも深く関わってきました。小麦粉、砂糖、大豆など穀物、輸料、種子の輸入から食品加工、畜産、流通、小売、外食など海外での原料調達から食卓までのほとんどの段階で食料システムに参入してきました。その日本での経験をもとに、日本の食品関係企業と一緒に、または中国や外国の企業とも提携しながら、世界の農業と食料分野でグローバル展開しています。各社のサイトに掲載されている報告書を見ると、大まかには日本の総合商社が北米と南米から小麦、大豆、トウモロコシなどの食材を輸出し、その大部分は日本を通り越して中国などアジア成長市場に輸入しています。そして同時に中国やアジアの加工食品産業や畜産業に投資して、食材への需要を押し上げるという似たようなパターンが見られます。つまり中国、アジアで需要を増やしつつ、北米、南米では供給を増やして、日本の総合商社が成長しようという戦略が見られます。日本政府も日系企業のグローバル展開を後押し、日本の企業がグローバル展開する動きを日本政府も後押ししています。すでに1980年代半ばから前述した前川レポートのように海外進出へと方向転換してきましたが、近年はさらにグローバルフードバリューチェーン戦略と称して、産学官連携による Made with Japan の推進を打ち出しています。これは今後急速な成長が見込まれる世界の食市場を取り込み、我が国の食産業の海外展開と途上国等の経済成長の実現を図るため、官民が連携して略移行ということで、日本で作った製品を輸出するメイドインジャパンにはもうこだわらず、海外で日本が関わってビジネス展開するメイドウィズジャパン戦略に切り替え、成長しようというわけです。日経ビジネス2014年1月13日。和食のユネスコ無形文化遺産への登録も、日本人の伝統的な食文化をブランド化、グローバル展開していくためのブランド化し、グローバル展開していくための戦略の一環とも考えられるでしょう。海外の和食レストランは外国人が経営していたり、そこの食材は外国産だったりでも構わないのです。この戦略は日本の食産業の海外展開を後押しするものの、日本の農業や進出先での農民たちの生活や、日本と進出先の人々の食生活にはどのような影響を与えるでしょうか。人の健康と自然環境のための食と農が軽視され、企業のビジネスと経済成長が第一目的の資本主義的食料システムの発展が目指されてはいないでしょうか。第三次フードレジーム、食と資本主義の歴史を考える研究者の間では、現在の状況を第三次フードレジームと捉えられるか否か議論されています。多国籍の農業食料関係企業関連企業が展開するグローバルコーポレートフードレジームか、新自由主義的なネオリベラルフードレジームか、労働者を安く養う
チープフードレジームかなどと未だ見解が定まっていません。経済成長と企業の利益だけを目的として工業的農業や大規模食品産業を拡大することは人々の健康や環境にとって望ましくないとの認識も広まっています。1980年代からは欧米圏で、現在では途上国でも肥満や食生活由来の不健康が急増したため、食生活を形作る社会的な構造の研究も進められています。さらに食と農に限らず、経済の仕組みそのものが行き詰まりを見せています。2008年から2009年の金融危機によって、新自由主義はもうダメだと暴露されたにもかかわらず、その次のあるべき経済の姿が提示されないまま、世界では格差が広がり、気候危機が深刻化する一方です。今後どのように持続可能な経済の仕組みを作り、人と環境に望ましい食と農のシステムを築いていくか、今こそ私たち一人一人が考える必要があるのです。